そうですね、我々スタートアップですので、そんなにこう例えば意思決定層の方々と、多くの意思決定層の方々とこうたくさん会う機会っていうのはそこまで作っていけないので、そういう意味ではこういう一気にですね集まって、そこで交流を接点を持てるというのは非常にいい機会ですので、それで参加を決めました。そうですね、具体的に進めましょうみたいなところで進んでいるものも出てきてますので、そういう意味ではすごくよく進んでいるかなと思います。意思決定の意思決定者の方々と一日でたくさん話すことって普通できないので、そうですね、それがやっぱりそれだけ例えば1日6件とか取れるっていうのは、それだけでも非常に効率的に進められるかなと思います。